こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。やはりパクるのが当然の中国にも B2 戦略爆撃機に似ている爆撃機 H20 の存在をご存知だろうか。今までそのベールに包まれた部分が多い中、ようやくその姿をキャッチ。そこで中国の次世代ステルス戦略爆撃機がどこまで攻撃範囲なのか詳しく見ていきますね。中国ももう少し外観を変更してくればいいのに、技術を高めることが難しいのかも。国民性ですかね。このところ中国系のメディアにおいて、同国の新型ステルス戦略爆撃機 H20-20 に言及した報道が相次いでおり、いよいよこの機体の実戦配備が近いのではないかという声が聞こえ始めた。2020年11月には、中国共産党の機関紙である人民日報系列の眼球時報の英字版が H20-20 の実戦配備が5年以内に実施される見込みがあると報じており、一挙に現実味を帯びてきたと言える。これまでも、香港のサウスチャイナモーニングポスト紙などで H20-20 関連の報道がなされてきたが、同機の動向が注目を集めているのは、アメリカ国防総省の認識のためとも言われている。というのも、アメリカ国防総省は、H20-20 の航続距離を少なくとも 8500km 以上と見さしており、これが事実ならグアムは愚か。ハワイのアメリカ軍基地すら攻撃可能となることを意味する。H20-20 が触れ込み通りのステルス性能を有する。戦略爆撃機であれば、通常兵器はもちろん、核兵器の運用も可能な機体であり、これまでアメリカがのみが保有してきた地位に肩を並べることになる。ステルス性能は別としても、戦略爆撃機ですら従来保有していたのはアメリカとイギリスのみであり、かつての米ソ冷戦体制下においては旧ソ連ですら到達していなかった分野に中国が迫ろうとしているのだ。アメリカはすでにステルス戦略爆撃機として1997年に B2 を実戦配備しているが、実に1機あたり2000億円以上とも言われる同機は、維持に要するコストも高額なため、わずか21機の配備で生産を終了している。中国の H20-20 の開発が知られるようになったのは2016年に、中国空軍の高官が存在を明かすコメントを出したことに始まり、2020年10月に予定されていた珠海航空ショーで披露される可能性、示唆されていた。県の2020年珠海航空ショーは新型コロナウイルスの影響で延期されたため、 H20-20 の機体が初公開されることにはならなかったが、開発がかなり進展していることは間違いなさそうだ。 H20-20 は中国において J20 ステルス戦闘旗やY20 大型輸送機、Z20
Z-20 中型輸送ヘリコプターなどとともに次世代機を意味する20が名称の数字に冠された機体であり、中国の国威発揚を誇示している。しかし、J-20 ステルス戦闘機同様に、機関部の開発は難航しているとも伝えられており、実際にハワイまでも攻撃圏内に収めることの是非については、懐疑的な見方をする声も一部からは聞こえてくる。ただし、核兵器の運用手段として、地上から発射する ICBM、大陸間弾道ミサイル、戦略型潜水艦から発射する SLBM、潜水艦発射弾道ミサイルに続き、その能力を中国が有することの、アピールが最大の目的だろう。H-20 本 -20 のウィークポイントの一つだと考えられるのは、前述の機関部の問題に加えて、機体そのもののステルス性能が、どの程度のものか疑わしいという点だと考えられる。これは、J-20 ステルス戦闘機も、ステルス性能を標榜してはいるものの、アメリカの F-22 ラプター戦闘旗や F-35 ライトニング2戦闘機にはまだ及ばないと見されていることからも同様ではないかという意見が、この分野についてはアメリカの航空機は全方位へのステルス性能を持つことに比べ、中国やロシアのステルス機は全面以外はその能力が劣るとも指摘されている。さらに、アメリカの B-2 戦略爆撃機は、1999年のコソボ紛争で初の実戦にも参加しており、すでに運用実績を積んでいる点が、中国軍の兵器とは大きく異なり、その有効性には疑いの余地はない。非常に消極的な観点ではあるものの、こうした中国軍の実戦経験の少なさは、日本にとってもありがたいことであり、すでに、数ではあらゆる戦力で、劣勢に立つ日本が、質で対抗する前提となっている。そうした点を踏まえれば、アメリカですら B-2 戦略爆撃機の運用、維持コストを勘案した場合、その配備数を21機で終了させるほどに、費用対効果は低いと思え、おぼしき兵器だと言えそうだ。中国が、こうしたトータルでの兵器そのものの効率を抜きにして、むしろ、アメリカが保有する手段であれば、自国も同様に装備することを誇示してくれるのは、周辺国としては歓迎すべきかもしれない。中国の国産の航空母艦建造による空母打撃群の編成などでも同様だが、こうした維持、運用コストが膨大にもかかわらず、アメリカへの対抗心のみで注力してくれるのは、むしろ幸いではないだろうか。ある程度の国力を中国が身につけたがゆえに、アメリカと正面から争う兵器に予算を割いてくれるのは、日本を射程に収める中長距離のミサイル配備に比べれば、まだマシな状態とも感じる。